クリスチャンの寄り道をお聞きの皆さんこんにちはこんばんは谷口も子です今日は悲しみが喜びに変わった話という題でお話をしていきたいと思いますこれは昔私が毎週1回お邪魔して一緒にお祈りやおしゃべりをする機会を持っていた方のことですこの方は非常に重い癌が,が奇跡的に癒されて みんなで本当に驚いて喜んだということがあった方なのですがこのご婦人に悩みがありましたそれはえ一人息子さんがなかなか結婚されない結婚が決まらないということでしたそれで毎週良い方と結婚できるようにと一緒に祈っていましたその当時息子さんにはとても可愛らしい お付き合いをしている、えー、女性がいました。えー、このご婦人にも良くしてくれる性格の良い娘さんで、ご婦人はその娘さんと息子さんが結婚することを望んでいたのです。だから毎週そのご縁がうまくいくように、そう祈っていました。するとある時、私がお邪魔した時に、そのご婦人ががっかりしたようにおっしゃったのです。 どうも息子さんがその娘さんとお別れをしたみたいだ。ということでした。これで孫の顔を見ることが遠のいてしまった。息子さんも仕事がとても忙しい方なので、それでご一人住まいをされているので、えー、身の回りの事柄や心配も募る。そう残念そうに言われました。私もがっかりしたのですが、 ととりあえず感謝をすることにしましまた。神様は私たちを愛しておられるので苦難に見えることにも必ず私たちに必要な益をもたらしてくださるどんなにマイナスに見えることも私たちの益となるそのことを私たちは信じていますだから良くないと見えることも感謝するのです ご婦人と私はがっかりしながらもこれも駅になるから感謝しましょう。でもどうか良い方と息子さんが、えー、結婚しますようにお,もかお孫さんにこの早く会うことができるようになりますようにと祈っていました。するとそれから半年くらいしてなんと息子さんが結婚されることになったとご婦人から聞くことができたのです。 え急にこう良いご縁がこう与えられてそしてト、えー、トントン拍子でこ結婚されるようになったそうですそして何ヶ月かしてご結婚された後、えー、お子さんが生まれることになって、えー、息子さんはこのそのご夫人、えー、お母様であるそのご夫人と一緒に住む二世帯住宅を新しく建ててそしてあれよという間にご夫人はお えおもがさんが新しく生まれてくるその二世代住宅に引っ越して行かれたのですえ引っ越す前ご夫人がえすごく感慨深そうに言われました全部祈った通りになったそう嬉しそうにおっしゃったのです道が立たれたように思いましたでも最善の形でそれが思ったよりもずっと早く願いが叶えられたのをとても喜んでおられました 神様に感謝いたします。これまでの話を聞いてくださってありがとうございました。ではまたお会いしましょう。